待って、ちょっと先週もらって叩かれた時めっちゃ嫌な顔してるじゃん。なんで叩くの嫌な。私の笑い方ってめっちゃ癖あるよね。なんか寒い。え、寒い？それあれや、なんだっけ、ヤクネバヤン。え、なにヤクネバヤン、なにそれ。ずっと気づかなかったの、翔平さんだからね。それ、翔平さんずるいです。姿勢ここら辺やるのに全然気づかないだもん。ずっとやってた。全然気づかない。嘘。全然気づかない。出荷されるのかもしれない。え、なんでさ、この3個だけをこのちゃんと貼れてないの。あのね、やり方間違えたの。やり方で、途中からおかしいって思って分かって、ここら辺は綺麗になった。最初の3つを間違えたの。そう、でも数字がもう足りなかったから、ここら辺は貼ったのはそのまま間違えたけど、何の数字か分かった。俺の誕生日じゃん。そうだよ。結婚記念日とか婚姻届出した日とかだったら分かる。なんかそう、出荷されるみたいなのが。ああ、そういうことか。俺の生まれた時に出荷されてるってどういうことよ。確かに、そうすればよかった。2019-1122とかにする。そうだ、そうだよ。もうということで、翔平さんが気づいたらめちゃくちゃ遅かったです。全然気づかなかった。俺が生まれた日に出荷されたから会うことはない。いい肉になってくるよ。